ニューヨーク連邦準備銀行ビルニューヨーク連邦準備銀行はアメリカ合衆国に12行ある連邦準備銀行の一つ連邦準備制度の第二地区を管轄しているニューヨークに位置し総裁は連邦公開市場委員会の副議長を兼ねることからも明らかなように連邦準備銀行のうち最も重要な働きを担っている本部所在地は ニューヨーク33リバティストリートのニューヨーク、連邦準備銀行ビル。現総裁は、ジョン・ウィリアムズ。ベンジャミン・ストロング・ジョージ・エル・ハリソン・アランス・プロール、アルフレッド・ヘイズ・ポール、ボルカー・アンソニー・ソロモン・ジェラルド・コリガン・ウィリアム・マクドナー、ティモシー、フランツ・ガイトナー・ウィリアム・ナドリー・ジョン・ウィリアムズ。ありがとうございます。